委員長よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。それではあの定例の会見を始めたいと思います。私の方からは2点発言を冒頭させていただきます。まずあの沖縄県知事選挙の問題です。本日県知事選挙は告示されて、戦いの火蓋が起動されたということになっております。それで大変な大激戦という状況ですけれども、争点はですね、非常にはっきりしてきていると思います。最大の争点は言うまでもなく普天間基地の問題となっています。それでこの問題でどこが問われるかといいますと、結局ですね、あの沖縄県民の総意というのは普天間基地の閉鎖撤去、そして県内移設絶対反対なんですね。でこれは県議会でも繰り返し全会一致で決議され、そして9万人が集った4月の県民大会でも確認されている、文字通り超党派の県民の総意なわけです。でこの超党派の県民の総意の先頭に立てるのは伊波洋一さんであるとだけであるというのが今度の選挙の構図として非常にはっきりしてまいりました。伊波洋一さんは県内移設絶対反対と、そしてそういう立場で普天間基地の閉鎖撤去も求めるという、まさに県民の総意をの先頭に立って、立場を鮮明にし行動もされてきた方で、伊波さんが勝ってこそですね、これも普天間問題の解決に大きく道が開けてくると、そして基地のない沖縄に向けての道も開けてくると。で一方ですね、中山氏の方はどうかと言いますと、結局この問題が問われてきたわけです。そして県民の声がに押されてですね、県外移設を求めるということまではですね、中山氏が言ったわけですね。しかしですね、県外移設を求めるというけれども、県内移設反対ということはですね、結局ですね、県民がそれをきちんと言うべきだと、その声がずっとあったにもかかわらずですね、結局今に至るも県内施設反対は固くなにそれを言うことを拒んできていると、県内施設反対と言えない候補だということですね。これなぜかと言いますとね、結局ですね、県外移設で交渉してみてダメな場合は結局辺野古移設の交渉の余地を残しておきたいと、だからですね、県内施設反対ということを固くなに言うことを拒んでいるということだと思うんです。でこれではね、県民の総意をと逆行するね事態に なる危険が大いにあるというのが相手の候補の問題だと思うんですね。それで民主党政権ともですね、あうんの呼吸で、結局中山さん候補はですね、勝利を願うという対応を民主党政権もやってますでしょ。北澤防衛大臣などは公然と中山氏の勝利を願っているというわけで、ですからまさにそこに中山さんが氏がですね、勝てばですね、これは辺野古の移設の交渉の余地ありというふうに政府の側も見て、そこに期待をかけているわけですね。ですからこれはもう非常に争点はまさにズバリ普天間基地の閉鎖撤去、県内移設絶対反対という県民の総意に立って、その先頭に立って行動できるのは伊波さんと、それを言えないのが中山さんという構図がですね、非常にはっきりしてきたと。ですからまさに県民的な総意の代表が伊波さんですから、その声を本当に結集してですね、必ずこの選挙勝利を勝ち取りたいと、大変な激戦だと思いますが頑張りたいと思っております。私も今度の日曜日に沖縄に伺う予定ですが、
本当に今接戦激戦ということが伝えられておりますけれども、何としても勝って、道を開きたいと思います。からもう一点はですね、いわゆるビデオの問題です。ビデオというのは中国の漁船の衝突問題に関わるビデオの問題です。で、このビデオがですね、YouTube で、明らかになり、そしてそれを投稿したという人が名乗り出て、今取り調べを受けているという事態になっています。この段階でですね、私たちの態度を明らかにしておきたいと思います。それで YouTube にこうアップされたですね、明らかになったビデオを見ますとね、これ本来ですね、これは非公開にしておくべき内容のものではないと思います。で、そういうものではなかったと思います。で、こういう内容のものだったらね、政府は初めの段階でですね、早い段階で公開すべきだったと。これが私もインターネットでアップされたものを見ましたけれども、見ての私たちの判断です。こういう内容のものだったら政府の責任でもっと早い段階で公表すべきだったと。これは1点です。からもう1点はですね、今問われている問題の焦点はどこかと。今問われるべき問題の焦点はですね、ビデオ流出問題じゃないと思うんですよ。そこに焦点があるんではないと思います。で、どこに焦点があるかと言いますとですね、政府がですね、このビデオの扱いについて、責任ある方針を持たずですね、早い段階で公開すべきものを公開してこなかったと。ここに問題の焦点があると思います。公開すべきものを公開してこなかったから今回の流出問題につながったわけで、その責任こそですね、責任というんだったら問われるべきだというのが私たちの立場です。それで3点目にですね、これが問題の本質だと思うんですけれども、政府が今取っている立場というのはですね、今回の問題をですね、もっぱらビデオの流出問題に矮小化しようとしていると。そしてですね、公務員の守秘義務の罰則の強化だとか、果ては国家機密法の制定の検討だとか、こういうことを言い出しております。しかしこれは全くね、筋違いの話であって、国民の知る権利を侵害し、表現言論の自由を侵害するものであってですね、断固こういうやる方向はですね、我が党は認められないと。これ断じて容認できない動きだということも言っておきたいと思います。ですから問題の焦点は、私はビデオ流出問題一番の中心点ですね、今問われている問題の焦点はビデオ流出問題ではないと。で、この公開すべきものを公開してこなかった、そこにその政府の責任というところに問題の焦点があるということを重ねて言っておきたいと思います。